今や知らない人はいない存在、両面スクナ。実はスーパーエリートだった？スクナの意外な職業とは？視聴者の皆さんと考察した両面スクナの正体をご紹介します。こんわけ、箱わけあみです。皆さん、両面スクナご存知ですよね。今や超大人気キャラクターなんですけれども、皆さんどんな印象をお持ちでしょうか？怖い、かっこいい、優しいなどなど、スクナを知ったきっかけによって変わるんじゃないかなと思うんですが、では果たしてスクナの正体って一体何なんでしょうか？視聴者の皆さんと一緒に考察したスクナの正体をご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。両面スクナは日本書紀に登場しています。岐阜県飛騨に現れたとされる異形の怪物鬼神だとされ、朝廷に従わなかった賊として討ち取られたと記されています。しかし一方、岐阜県では毒竜を退治し寺を開いた豪族である、武勇に優れ農耕の指導者でもあったと言われ、地域を中央集権から守った英雄であったと言われています。人の形をした怪物が実在したというのはちょっと考えにくいですよね。でもその時代、二つの顔を持つような人間が大人になるまで生きられるような医療技術があったかっていうと、まあ、それもちょっと考えづらいですよね。そこで上がった説がこちら。非常に優れた豪族の一人、またはその一族を比喩で褒めて、その話を後日文字に起こしたところ、やばい怪物になっちゃったのでは？という説。様々な武器や道具を使いこなしたことから、使いこなすための脳がいっぱいあるようだ、握る腕がいっぱいあるようだ、というように、話が広がれば広がるほど尾ひれがつき、変な広まり方をしてしまったのかもしれません。口伝えしかなかった昔は、それが顕著に現れたのではないでしょうか。実際に親子や双子の兄弟の支配者のことを、まあ、このように表現したのではないかという研究者の方もいらっしゃいました。さらに討ち取ったとする朝廷側も、まあ、地方の豪族相手にめちゃくちゃ苦戦したのだとしたら、まあ、それをごまかすために怪物でしたっていう話をでっち上げたのかもしれないですよね。こうまるで後ろにも顔があって資格がなかったんです、あいつら化け物ですよみたいな、はい、そういう説もあったんじゃないかなと思います。718年には飛騨公制度というものが制定されました。都に建築技術者を派遣することで税金を納めた代わりになるという飛騨に特別に認められた税制度です。これは奈良時代以前から高い建築技術を持っていた飛騨ならではの制度といえます。その建築チームを称賛していたところ、後の両面スクナになったのではないかという説です。国に認められるほどのエリート集団ですから、人々の人望も厚かったと思われます。後世に語り継ぐときに、集団というと求心力が鈍ってしまうため、特筆したトップ2人ぐらいをギュギュッと1人にまとめた結果、あのような怪物になってしまったのかもしれません。また狩猟民族説というものも上がりました。当時の飛騨地方は山も多く草に覆われていたという記述があるそうです。両面スクナは飛騨の山間を武力で統治する地方豪族であり、民からの信頼が厚い狩りの達人だったのではないかという説だそうです。かかとがない、足の関節がない、こういった描写がされるのも具足を履いていたからかもしれないですよね。両面スクナとアシュラ像は姿形が似ていますよね。
阿修羅像は奈良時代のものが最古と言われています。宿儺は日本書紀によると600年代に存在していて討ち取られたと書かれています。これは宿儺と阿修羅はほぼ同じタイミングで登場したと考えられますね。仏教が日本に伝わったのが538年頃だと言われています。仏教はインドが発祥の地で、さらに仏教に取り入れられたインド神話には腕や顔が複数ある神が多く存在しています。そのことから仏教が日本に伝わる段階で神として定着しなかった存在なのかもしれません。もしかしたら宿儺の方が先に日本に伝わって後に阿修羅像になったと考えると、阿修羅像が第三形態、宿儺がその一つ前の第二形態だったのかもしれないですよね。はい。さらにもっとシンプルに、インドから伝わってきた神を模倣して人工的に作った神様かもしれませんね。宿儺がいたとされる時代はちょうど仏教を認めるか認めないかの瀬戸際だと言われています。さらに豪族がいち早く仏教を取り入れて朝廷と戦っていたそうで、どちらにせよ天照大神の子孫が天皇であると考えていた朝廷側にとって、仏教をルーツに持つ宿儺だとしたら、邪魔な存在だったのかもしれませんね。両面宿儺に対して悪い印象を持っている方の大多数は、シャレコは両面宿儺の印象が強いのではないでしょうか。2005年頃に2ちゃんに書き込まれた怪談の中に両面宿儺が登場します。岩手県のとある古い寺院を解体している建設作業員が古い文字の張り紙がされている箱を発見します。そこには両面宿儺と呼ばれる結合ソーセージのような頭が2つある異形のミイラが入っていました。そのミイラは大正時代にいたカルト集団の教祖物のべ天国が作った日本を呪うための呪物。両面宿儺がいる地域は災害に見舞われると言われており、そして1910年から20年にかけて数々の災害を全国で巻き起こし、関東大震災の直前に忽然と姿を消してしまったそうです。寺の住職は関わった以上長生きはできないと言っています。実際にその木箱を開けた中国人2人は死んでしまい、関わった作業員3人も高熱で寝込んでしまったそうです。伝説的な怖い話ですよね。詳しくは私も両面宿儺朗読させていただいておりますので、ぜひぜひ聞いてみてください。ここに登場する両面宿儺は物のべ天国という邪教の教祖によって生み出された呪いの象徴呪物なんですよね。物のべ天国がいた大正時代は天皇が国を治めていたので、もしかすると国家転覆でも目論んでいたのかもしれません。歴史上の先ほどご紹介した両面宿儺が朝廷に逆らった強い存在であるということから、物のべ天国もそういう思いを込めて名付けたのではないでしょうか。ただ諸説ありますが、歴史的には定備の乱で仏教を排除し神道を貫こうとしたのは物のべ氏側だったと言われてるんです。ではなぜこの教祖は物のべを名乗り、仏教由来とも思われる宿儺という名の呪物を使って日本を滅ぼそうとしたのか。仏教を日本に取り入れたことへの復讐なのでしょうか。物のべ天国の生い立ちや名前の由来などももっと深く考察してみるのもいいですね。そして超大人気漫画呪術廻戦から両面宿儺を知った人の印象は、いい悪いと分かれてるんじゃないかなと思います。呪術廻戦で両面宿儺がどのように描かれているか簡単にご説明させていただきます。1000年前、呪術全盛期の時代に
呪術師が総力を挙げて挑んでもついに倒すことができなかったとされる最強の存在。作中では顔が2つで腕が4本という姿よりも宿儺の器と言われる主人公虎杖悠仁と意識が入れ替わるような形で登場することが多いです。主人公の体を借りるという形を取ったことで受け入れられやすいキャラクターになったんじゃないかなと思います。さらにシャレコワの呪物としての面と歴史上の英雄鬼神という両方の要素を取り入れて描かれているから、完全な悪じゃない魅力的なキャラクターになってるんじゃないかなと思います。以上3作品に登場する両面宿儺をご紹介してきたんですが、皆さんはどの宿儺がお好きでしたか？他にも両面宿儺こんな説があるよっていうのがあればぜひコメント欄で教えてください。考察にご参加くださった皆様、今回も面白い考察ありがとうございました。都市伝説の考察は毎週土曜日夜9時から YouTube ライブ箱分けの飲んだら乗るなラジオにて行っています。ぜひそちらにも遊びに来てください。チャンネル登録高評価、 TikTok、Twitter のフォローもよろしくお願いします。それでは箱分けアミでした。